3219。はい、こんにちは。今回が第2回目になるんですけど、トヨタのエスクワイアという車をちょっと名前が読みにくくて言いにくくて覚えにくくて日本人向けしにくいのかなと思うんですけど、この車をちょっとやっていきたいと思います。で、こちらの車が平成28年5月登録で、エスクワイアの GI ブラックテーラーというグレードになります。まあ、正直この車に関してはあんまり細かくわからないので、見ながらちょっとやっていこうかなという感じで、説明というよりも本当開封レビューに近いような感じになるんですけど、はい、そんな感じでやっていきたいと思います。ちなみに新車価格が、素渡しというかボディでオプションとか何もない状態で、車両本体が329万5963円、めちゃくちゃ刻んでるんですけど、そんな金額になります。はい、言い忘れてることないね。はい、大丈夫？大丈夫です。はい、はい、で大きさのサイズの方を一応やっていきたいと思います。これ全長がですね、この長さの方ですね。長さの方が4695mm、5m69.5mm、ちょっと分かりにくいんですけど、はい。で高さの方、幅の方ですね。幅の方ですね。ボディの幅の方が1695mm、はい。で高さの方が1825mm。まあ全体的にこのおそらく僕ちょっとよく分かってないんですけど、トヨタでいうとノアボクシーとこいつエスクワイアっていう感じになるんじゃないかと思うんですけど、まあ、他でいうとステップワゴンとかセレナと、競合車種という感じになるんじゃないかと思います。でこのブラックテイラードっていうグレードにGI ブラックテイラードなんですけど、ブラックテイラードはなんか普通のものと若干違うみたいで、そりゃそうなんですけど若干違うんです。でその違いをネットでちょっとネットの方がすごい詳しかったんで、ネットの方で拾ってきて、そこもまあ見ながら説明していこうかなと思います。はい、じゃあまず最初に外装の傷の方からちょっと拾っていきます。はい、外装の傷の方なんですけど、まあ、ちょっとドアのエッジの部分、開け閉めでついたであろう傷が1箇所、まあこの辺なんてタッチペンしとけばいいかなっていう感覚は正直言ってあるんですけど、まあ、特にこの色がちょっと青みがかった黒になるんですけど、細かい傷がどうしてもこういう感じの車目立ってしまうところはあるんですけど、こうあとは、バンパーの下の方ですね、ちょっと擦り傷、まあ、ちょこちょこ、細かいちょっと映るか映らないかぐらいの傷なんですけど、この辺はちょこちょこあるかなという感じがします。まあ、全体的に大きいへこみとかはないです。あとこの辺ですね、この辺もちょっと小さいんですけど、このエアロバンパーというんですかねの部分の下側、本当に下の方なんですけど、こちらに傷があるのと、まあ、この辺りもちょっとこの R に沿って曲線があるんですけど、曲線に沿ってこう傷がある感じで、まあ、ちょっと唯一大きいとこですね、おそらくこれ後ろからバックしててコンとぶつかったんだと思うんですけど、ここぶつかってちょっと突起したようになってます。後ろにあれがいるんでしょうね、フレームかなんかがいてちょっと押しちゃった感じだと思うんですけど、その影響でこの辺ちょっとひびというか隠れが来てる感じで、まあどうしてもこれ柔らかい素材なんで押されると曲がるっていう、まあ、特に修復歴とかそういう問題ではなく、ちょっと軽くコツンとぶつけちゃったかなという感じで、まあ、ここはちょっと直します。であとは、右リアドアスライドドアのここですね、まあ結局ここばっかりなんですけど、傷がちょっとあります。ボディの薄いのは正直言ってしっかり磨けば消えると思うんですけど、ちょっと正直この豆知識的な感じで言うんですけど、この爪が引っかかるタイプの傷に関しては、磨いても消えません。下地が出てるんで。で爪が引っかからないような傷に関しては磨けば消えますんで。はい、それではちょっとオプションとかその辺見ていきたいと、ブラックテイラードとノーマルの違いのところやっていきたいと見ていきたいと思います。一応これなんか純正ではなく社外品のホイールがついてるんですけど、これがウェッズのレオニスというブランドの、17インチのホイールですね。まあちょっとホイールとかに関して好みなんで好き嫌いはあると思うんですけど、デザイン的なマッチングに関しては悪くないかなと個人的には思うんですけど、まあ、純正がちょっとないということなんですけど、でちょっとタイヤの溝、これもほとんどないですね。ないんで、これはもし購入される方がおられたら、まあ、購入される方がおられたらおかしいんですけど、購入される際には、全部車両本体というか整備票に含んでおりますので、交換費用は国産の何かしらのタイヤに交換します。画面こんな感じで結構いかついですね。あとスピンドルと呼ぶのか、スピンドル調と呼ぶのか、はい、そんな感じでちょっとレクサスっぽい感じの顔ですけど、まずこのフロント周りのこのグリルのこのメッキが、ちょっとこれ分かりにくいんですよね。ちょっとスモークというかゴールドっぽい感じになってる、バーボンカラーっていうんですかね、になってるのがこうブラックテイラードのとノーマルというか、その他のグレードとの差らしいですね。であとおそらくなんですけど、このヘッドライトの中の黒い部分がブラックテイラードは黒くて、他のはちょっと色わからないんですけど、色が違うみたいですね。おそらくこのミラーのメッキとかは、これはシルバーなんですよね。ちょっと夕方なんで見た目がちょっとゴールドっぽく見えるんですけど、これシルバーなんですよ。でちなみに両側オートスライドドアですね。これは左側、右側ももちろんオートスライドになってます。でぐるりと回って後ろ側ですね。はい、後ろ側もここですね。これが若干、まあよく見れば確かにちょっとバーボンカラーなのかなと、まあ、夕方なんで本当これも分かりにくいんですけど、これも違いのようです。はい、でリアスポイラーとか、まあ、エアロが純正のエアロが、まあ、さりげない感じですけど、でサイドはもうバンパーと一体型ですね。バンパーというかステップ一体型というか、ハーフサイズの昔なんかあったハーフエアロみたいな、まあ、フロントもバンパーエアロみたいな感じになってております。はい、では次ちょっとそのまま引き続き内装の方を見ていきたいと思います。まあ、鍵は、まあ、トヨタはスマートキーという名前で呼ぶんですけど、スマートキーになります。閉める、開ける、で左側のオートスライド、右側のオートスライドっていうボタンになってます。はい、でまあスマートキーなんでタッチで開くんですけど、開けた時に取れた、端っこにつってます。もう一回はい、開けた時に、サイドミラーも連動で動きます。まあ、これ設定で変えられると思うんですけど、で、まあ、閉めるとミラーも閉じるというオートリトラクタブルミラーですかね。はい、やってます。はい、この内装です。電源？撮影オンだ。電源は入ってる。はい。はい、じゃあ、エンジンをかけていきます。あ、違う、エンジンかけるとき俺じゃ。はい、ではちょっと内装の方、こんな感じで気になるとこ、ちょこちょこあると思うんですけど、エンジンかけていきたいと思います。はい、エンジンはこのプッシュスタートなんで、青いボタン。まあちょっとハイブリッドなんでエンジンかかった感があまりな、うるさいな、ITC？ ITC 喋ります。エンジンがちょっとかかった感があまりわからないんですけど、まず走行距離ですね、36,826キロ。まあ年間、あ、3年落ち、携帯電話がうるさいな。はい、距離が36,826キロで、はい、3年落ちぐらいなんで、3年で36,000と、まあね、年相応ぐらいの走行距離かなと思います。はい、まあ、ちょっと最初に、一番気になるところ、まあ、すごい迫力のある大きいナビなんですけど、これトヨタ純正の10インチナビになります。まあ、至って普通のナビではあるんですけど、で、まあ、オーディオ見てみましょう。ちょっとソースは今、オフにしてます。テレビにするとまずいので、テレビが流れてしまうと。で、ソース選択で、ちょっとどんな感じのものがあるか。はい、まず、まあ、ラジオからディスク、これは、CD、DVD の再生が可能です。で、SD、REC、SD レックですね。SD カードに録音できます。音楽はですね、CD から音楽を取り込んで SD カードに。ということで、これメモリーナビっていう感じになるんですけど、で、この SD マークが、SD カードから今度音楽を再生するというものですね。で、フルセグのテレビがついてまして、Bluetooth のオーディオ。スマホや iPod、Bluetooth 対応機器からの音楽を流すことができるという感じです。で、ちょっとバックに入れると、こんな感じでバックカメラ。通常のバックカメラですね。これも一応ガイドラインあるんで、ガイドラインもハンドルを曲げればガイドラインも曲がるという感じになっております。シフトがこれ、初めて見る方もおられるかもしれないんですが、基本的にはこう、プリウスとかハイブリッド系の車と一緒ですね。レクサスの CT とか、ほぼ共有なんですけど、ちょっとこれ黒いですよね、黒っぽい感じで、プリウスとか、ハイブリッド、青のイメージなんですけど、ちょっとこの車は黒に。話が戻っちゃうんですけど、ブラックテイラード自体がやっぱ内装も全て、基本的に黒のイメージらしくて、名前ブラックテイラードですからね。ブラックなんで黒なんですけど、その違いっていうのも内装がほぼ黒いっていうのも、ちょっと一旦ここで話変わっちゃうんですけど、この辺もちょっと若干ゴールドっぽい感じの、艶消しのゴールドになってて、で、ここの内張りとかも真っ黒ですね、基本的に。とにかく黒い感じの内装で、一番分かりやすいのが本当天井なんですけど、天井分かりにくいんですけど、天井真っ黒です。これ天井が黒い車って正直言って珍しいんですよね。で、このフロントのピラーですね、この辺ももう黒ですし、どこ見ても黒いっていう。で、それからこれシートが専用シートになってるみたいで、他のものを知らないのでちょっとわからないんですけど、若干これ模様があるんですよね、シートに。合皮のレザー、フェイクレザーですかね、いわゆるのシートになっております。内装的に違いはそういうところみたいで、とにかく黒いということがあるみたいですね。で、ナビの方はそんな感じで、ナビかそのままエアコン関係はこんな感じになってます。基本的にオートエアコンのデュアルエアコン、フロントの左右の温度が変えられるっていう、この、ナビの上にこうサブ画面みたいなのがあるんですけど、ここに、左側がこう25、25、左右で変えられるっていう感じになって、デュアル解除もできるっていう。ETC ビルトインタイプで、やっぱり国産ってすごくこういうところは日本人向きというか、分かりやすいところに ETC があって使いやすいです。それから結構こちらも安全装置的なものがあるんですけど、まずここにボタンがたくさんあるんですけど、ここを説明していきたいと思います。まず、これプリクラッシュセーフティーですね。衝突安全、衝突軽減ブレーキですかね。で、これがレーンデパーチャー、アラート、レーンを外れようとすると警告してくれるっていうものになります。こちらオートボタン、ライトのボタンなんですけど、オートマチックハイビーム。要は、ハイビームを自動で切り替えてくれる。前に車がいたりとか、対向車、前に障害物というか、前に車が走ってたり、対向車が来てると、ロービームにして、いなくなると勝手にハイビームになるというやつですね。で、両側、オートスライドのボタン、両側のスライドのボタンと、パワードアのオン・オフのボタンがここにあります。で、ライトの方が、こんな感じですね。今、オートが入ってるんですけど、ここにオートっていうインジケーターが、ここに点灯してるんですけど、オート。ちょっとライトをつけた状態で、今、普通のハイビームっていうのは押すとハイビームなんですけど、今ライトがついた状態でさらにハイビームにするとオートがオンになるという感じですね。だからハイビームの、ポジションで走っていただければ勝手にハイビームになったりロービームになったりっていうのを切り替えてくれるっていう、まあ、すごいこれめちゃくちゃ便利なんですけど、はいいうものがついております。で、あと、まあ、クルーズコントロール。これは、レーダークルーズと言われるそのタイプではなく、普通のクルーズコントロールですね。まあ、前回お話したように、一定速度で走行してくれるという、アクセルを操作せずですね、走れる機能です。シートヒーター、最近なんか国産ものも多くなってきてるんですけど、シートヒーターですね。ローとハイ。これ2段階ですね。ロー、ハイとオフ。で、左右についてます。はい。ドリンクホルダー、こんな感じで出てきます。はい。では、後部座席ですね。後部座席の方がこんな感じで。暗くて見えるかどうかっていうところではあるんですけど、だいぶ空間広くて、後ろ側もこれ、全然今の段階で乗れ、狭さを感じずに乗っていくことできるかなという感じで、大人が6人だと結構楽に乗れるかなという感じになっております。で、後ろの方も、スピーカーはこんなとこある。ここにスピーカーついてますね。もしかしたらこの純正のフリップダウンモニターとのセットなのかもしれないんですけど、これ、ちょっと電源をテレビの方にすると映るんですけど、VTR とかテレビ入れると映るんですけど、ちょっと今、テレビ映すことはさすができないんで、ちょっとこんな感じにはなるんですけど、ちなみにこれ11インチのフリップダウンモニター、純正品になります。はい。で、リモコンもこんな感じでついております。ちょっと弱光ですごく見にくいんですけど、まあ後ろはエアコンの操作が可能になってますね。まあちょっと大人は寒いけど子供は暑いとかっていう後ろ側でですね、そういう切り替えも、まあ助手席、運転席でもできるし、後部座席は後部座席でちょっと、できるという感じになってます。はい、じゃああとは最後は、トランクの方見てみます。パワーゲートじゃないです。これ何なんだ。ああ、そういうことか。そういうことです。はいはい。これはシートは跳ね上げか。跳ね上げです。シートは、ちなみに僕やろうか。びっくりしてる。逆に。シートは跳ね上げタイプになってこんな感じで。そうすると勝手にこう結構上がってる。上がっていって、これ上がってくる。この明らかに差し込む感じがどこかにあるな。あ、ここか。お、こんだけ？これだけ？すごいね。よいしょ。はい。これで固定。すげえ楽。すげえ楽。かなり楽だ。はい。こうやって。ここに刺すだけ。よいしょ。これで、はい、こんな感じでだいぶ広くなる。しかもすごい簡単で、多分これをこっち側に。逆かこれ。逆やな。何これ。逆かな。合ってるかな。あ、逆のね、多分雰囲気的に。そうか。あ、そういうことか。ああ、なるほど。はいはい。わかった。こうすれば、物を置くときに傷が入らないってこと。ここに、こうなんか入れるときに、自転車とか積んで、こういうところに守りながら、開けられるってこと。おそらく。で、違う。あのちょっと多分、椅子につければ、引っかかるのかな。シートベルトだ。どういうこと？空中にこうやってぶら下がるから。んなことないな。これのシートベルトこれ。あ、後ろ3人か。2、2、3か。後ろ3人目が。な感じで結構広くて、しかもまあこれ多分オプションかなんかわからないですけど、前村さんが作ったままにしてくれてるんだと思うんですけど、まあ結構便利。後ろの跳ね上げ感動したね。はい。すごい楽。戻すのトトロが戻すのもすごい多分簡単なんですねこれ。あ、これ歌う。シートこのシート広いですね。これを畳んでやって、でまずこれを外す。でこれを持ったまま下げていって、勝手にこれ自動でなっていくね。開いていってくれて、これだけすごい簡単。残してやるとこう出来上がり。これすごい簡単。うわあ画期的。え、これは感動的。すごい、一番今までで一番感動した。このすごいなんかこうなんていうかな、先進的な装備よりもこれに一番感動した。これは便利。ちょっとライトの方を点灯させていくんで、ちょうどいい感じに夕暮れで。いい感じに見える。あ。自分でやるのかな。よいしょ。はい、エンジンルームです。まあ特にこれといって変わった感じはなく、まあ3年乗ればこんなもんかなっていうぐらいの汚れで、比較的大きな錆とかもなく綺麗な状態なんじゃないかなと思います。まあ昔の人が見たらこのオレンジのは何だって、まあ、これハイブリッドのあれなんですけど、はいという感じで、ちょっと今日はまあちょっとこの車あんまり知らなかったっていうのがあって、初めてうちに入ったの初めてかな、はい、あ初めてだったんで、ちょっとあんまり細かいこと分からなかったんですけど、まあなかなかいいんじゃないでしょうか。雰囲気的にまだ乗ってないんで、その乗り心地とかっていうのはわからないんですけど、まあ、室内とかはさすがトヨタさんという感じの、分かりやすく、みんながいいなって思えるような大衆的な感じの受け入れられやすい、まあ、ちょっと皮肉も込めてますけど、受け入れられやすいデザインにされてるかなっていう感じはします。はい、で、まあ、この車なんですけど、値段の方が、店頭の方では今新車は先ほど329万5,963円だったんですけど、で3年落ちで、店頭の方が279万。あ、正直言ってこれあんまり安くないです。そのうちが安くないとかっていうよりは、全体的にちょっと輸出関係とかで強い車であったり、車自体が人気があるっていうのもあるんですよね。なんでそのすごく安い感じはないです。正直言ってお買い得感ないんですけど、ただまあ人気があるんで売れるだろうなっていう感じの車ではあります。はい、はい、まあ、そんな感じで、ちょっと今日はこんな感じとグダグダしてしまったところが多いかなと思うんですけど、まあ、こんな感じでやっていきますので、たまには国産やったり輸入車やったりいろいろやっていきますんで、まあ、ちょっと気になっているところで試乗レビューが見たいとかって言われる方がおられたら、またそれはそれで言っていただければ、こういうタイミングも作っていこうかなと思っております。はい、ということで、本日はこんな感じで、まあ、よろしかったらちょっとまた高評価とかチャンネル登録していただければ、続ける意欲が高まりますので、よろしくお願いいたします。はい、ではご視聴ありがとうございました。